体から力抜いて気楽に。くって主にオンジャポタイム、掃除をするって、シガネスする。冬場はあんたが綺麗な日だったんです。それがあんた、青いが光るんじゃ。光ってから大きな音をするけど。너무나먹으라합니다지금내가여기라가면비겠비겠어요그누나시대비오기만하면그누나살에서살아야되겠네얼마나고생을합니까이렇게새로운세상이어디십니까가슴이답답해서시집이쫓긴한거는말지금할수가없어요그말어찌다합니까못합니다영화가그런말없는사람말을영상으로표현하니까그래서저한번영화를만들었어요どんな時でもねまず記録だってそれが私にとって第一の優先でしたからね、はい、金があってもなくても、ね、韓国に行って取れるものは片っ端から取りまくりました初め私はペンだったんです。それでもどんどんこう中に取材で入っていくでしょ。そうすると聞き取り仕様にも言葉が出てこない。言葉では限界があるということ。この言葉が震えてる、全身が震えてる、これそのものを表現するには映像しかないと思った。事実を記録していくことだろ。どういうことがあったのか。歴史の事実を事実として一人一人の体験を記録することが歴史の真実なんだよ。分かりやすく、もっと優しく。だったらお母さん作る意味ないよ。被害者の記憶がなくならない限り、被害者に対する加害者の加害責任はなくなりません。私の記憶力は抜群ですから、ご安心ください。よし。